ます。潜水艦と同じ魚雷なんですか？魚雷そのものは違う魚雷です。違う魚雷なんですか？対艦ミサイルで、ミサイルですか？これはもう最初から3本入れて、あと後から補充とかできないんですか？そうですね。いやこれ、めったに撃つことない。あ、そうですね。こんなの撃ったら。やばいですね。あの大穴なんですか？あれアンテナですか？いろんなアンテナがあるんですけど、
ワイヤーが出るんですよ、ね、で動揺が強い時、船の動揺が強い時でも降りてこないといけないので、そういう時はヘリコプターからもワイヤーを出してそれをつなげて強制的に下ろすためのレバーになる。ワイヤーを調整するんですか？そうです、はい、パイロットの、ここに耐えられる方が派遣してですね、まあ、それも全部飽和して、あの今これやるよって言ってそれに合わせてパイロットもやらないし、空中でもこう動きながら着艦するんですか？そうですね、だからめちゃくちゃ揺れるわけですね。そうですね、普段の訓練中とかだったらいいですけど、一応、まあ、何か有事の時なんかはすぐ降ろして次のことをしないといけない、ミサイルが来るので早くそのミサイルに対応しないといけないという場合にヘリのこといつまでも構ってるわけにいかないので、そういう時はすぐそういう強制的に